皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、メルマガタイムです。私、メールマガジンを発行しておりまして、えー、このチャンネルの概要欄にリンクを2つ貼っております。1つは無料版で、こちらはサンプルのようなものです。もう1つは有料版で、毎週火曜日に発行しております。で こちらは月額、えー、税込み111円と破格の値段になっております。で、どんな内容を発信しており、おるかと言いますと、日常生活から人生設計まで様々なジャンルカテゴリーの役立つ内容を皆様に発信しております。えー 登録初月は無料なので、えー、その月以内にキャンセルすればお金はかかりませんので、お気軽にご検討ください。で、えー、この YouTube の配信ではですね、今回の配信ではですね、えー、過去に発信したメールマガジンの中から一部を抜粋して皆さんにご紹介したいと思います。今回のテーマは、 子どものスマホ使用時間と偏差値の関係です小中学生7万人の調査で分かった衝撃の事実をご覧くださいあご覧くださいじゃないお聞きくださいはい子どもの脳は急速に発達中なのでスマホの影響も顕著です それはテレビの影響が顕著だったり、ゲームの影響が顕著だったりするのと同じく、スマホ活動、ね、LINE したり、ね、インスタグラムしたり、X したりするのも、すべて脳に影響を与えます。はい。そして、えー、スマホの使用時間と 偏差値、テストの成績による偏差値との関係を出してみたところ、えー、スマホを持っていないという人が最高の偏差値を出したわけではありません。が、そして、スマホを持ってるけど、 全く使わないという人が最大の偏差値を出したわけでもありません。ということは、スマホは使った方がいいかもしれません。ただし、ただしです。スマホ1時間未満使用の方が最も偏差値が高く。使用時間が2時間未満、3時間未満、 4時間未満、4時間以上と長くなればなるほど偏差値はガクン、ガクン、ガクンと下がっていきます。その差、10です。10違えば入れる学校は全然変わってきます。はい。そうなんです。はい。なんということでしょう。はい。 スマホを1日1時間弱だけ使う層の学力が高い理由として、まず可能性としてあるのは、スマホを持っていないグループというのは、経済的な理由で持たせられないということが考えられます。となると、経済的に環境が苦しいとなると、勉強する時間や勉強をする環境も 整えることが難しいのではないかという推測です。もう一つは、えー、1時間未満の学力が高い理由としては、自分の意志で1時間未満に抑えられるという、自分を制御できる子供たちが多いのではないかという推測です。はい。 スマホをいじってどうして成績が落ちるのか。それは睡眠時間の減少です。はい。なので、いくらスマホを使ってますが、全部脳取りに使ってるんですよって言っても、そんなの関係ないんです。とにかく睡眠時間が短いこほど記憶を保存する、ここにある、 海馬と呼ばれる脳の器官が小さいと。小さく発達してしまうと。つまり、大人になって、生涯にわたって、海馬が小さい人間になってしまうということです。つまり、記憶力の悪い人間として、大人になって生涯を終えるということです。はい。 それが子供の時のスマホの使用時間で決まってしまうのです。はい。いくら長時間勉強しても睡眠で定着しなければ学力はつきません。はい。私はよく寝ていました。ぐっすり寝ていました。宿題は授業中に終わらせていました。<laughs> で、学校が終わった後は運動してましたね。 運動は脳にいい。はい。運動は脳にいい。はい。はい。勉強してもよく寝ても3時間以上のスマホで台無しということだそうです。これも一つ重要なポイントです。ゲームと一緒です。勉強してよく寝てもゲームも何時間もやっていたらやっぱりダメなんです。同じことをずっとやってるとダメなんです。 基本的に。そして、それがスマホにも同じことが言えるということなだけです。今はスマホが流行っているので、スマホに気をつけましょうということですね。はい。この後は、ゴーグルなどが出てくるので、ゴーグルが出てきたらまたゴーグルに気をつけましょうとか、そういう話になってくるわけですが、今はスマホにご注意を。ということですね。はい。はい。 今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。